で代々木公園にお散歩に行きました。10月11日なんですけども、今日は11月ってバラがすごく綺麗な季節なので、今日は代々木公園の秋バラがどんな様子か見てみたいと思います。そしてですね、ここ今代々木公園の入り口なんですけれども、じゃーん、都立公園開園150周年だそうです。できます。はい、今代々木公園の入り口この辺におりまして、まっすぐ行くとこの辺がバラが咲いてるコーナーがあるということで、とっていくまっすぐ進んで行ってみたいと思います。代々木公園ってすごい広くって、こっちの方に来るとドッグランがあったりとかしてね、時々ミッキーと一緒だとドッグランに来たりすることもあります。あとね、NHK とかも近いので、NHK さんに撮影に来た帰りとかにふらっと寄ることもあるんですが、もうバラの季節ってね、春と秋だけしかないので、ちょっと来れる時は来たいなと思ってます。あとね、秋ならではのイチョウ並木もありますね。ちょっと5月に、まだイチョウ並木には早いかもしれないですが、ちらっと見てみたいと思います。行ってきます。はい。今日の代々木公園はめちゃめちゃ天気が良くって、平日なんですけれども結構人がいますね。皆さんすごく気候がいいのでお散歩してます。今日なんかはちょうど20度ぐらいなんじゃないですかね。少し風が吹いてますが、めちゃめちゃ過ごしやすいです。一年中こんな季節だったらいいなというような季節です。ワンちゃんたちもいっぱいお散歩してます。ここのね、代々木公園は犬も OK なので、そう、ミッキーとかがね、いるともうこの芝生で大興奮ですね。興奮しまし、しまくりまして、自分の体を芝生にゴシゴシ擦りつけたり、大興奮で喜んでるんですけれども、そうこうしてるうちに正面にバラ園が見えてきました。あ、ちょっとバラが咲いてますね。よかった。ではでは、後ほどバラの様子も映したいと思います。なんかピクニックも気持ちよさそうな季節ですね。はい、ローズガーデンに到着しました。すごい素敵なバラがいっぱい咲いてます。この紫もね、素敵ですね。はい、こちらの赤いバラが、プリンセスミチコだそうです。そして白いバラも咲いてます。わー、素敵。奥のね、黄色いバラ、手前もかぐや姫っていう名前だそうですよ。はい、白いバラです。で、こちらが赤いバラ、希望という名前だそうです。ホワイトマジック、わー、素敵。